クロデュース・アルビヌスの教像像クロデュース・アルビヌスが描かれた効果。デキムス・クロデュース・アルビヌスは、ローマ帝国の軍人、政治家であり、内戦時期にブリタンニアとヒスパニアの軍団の支持により、皇帝を戦勝した。デキムス・クロデュース・アルビヌスは、アフリカ属州のハドルメントムの出身であり、貴族階級の出自であったとされる。体が白かったこともあって、若年時より、アルビヌスと呼ばれた。 175年に皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスに対して反乱を起こしたガイウス・はウィディウス・カッシュウスの討伐にも従軍して功績を挙げた。コンモデステイの時代はガリア・ベルギカ及びブリタンニア各属州総督を歴任した。193年に皇帝ペルティガクスがプライトリアにによって殺害されるとプライフェクトス・プライトリオであったクイントス・アイミリウス・ライトスは 定位を競売にかけるという前代未聞の行為に及んだ。そしてディディウス・ユリアヌスとティツス・フラウィウス・スルピキアヌスが応札してユリアヌスが競り落としたが国境に赴任する軍団兵の意向を全く無視したものであった。これにより現地で指示を受けた軍司令官が皇帝を辞任して乱立した。内戦の中でアルビヌスもブリタンニア属州で皇帝号を戦勝した。 しかし、ユリアヌスを倒して、ローマを抑えたセプティミウス・セウェルスと名約を結び、皇帝の辞書を放棄して改めてセウェルスから、副帝の称号を獲得。194年には、セウェルスと共同で、執政官を務めた。アルビヌスは、帝国西部を程よく治め、ブリタンニアとヒスパニア双方の軍団の指示を受けた。194年、シリア族衆総督で皇帝号を戦勝していた。 ペスケンニウス逃げるがセウェルスとの戦いに敗れて死ぬ。さらに、逃げるに協力していたパルティアを196年までに、セウェルスが撃破すると、セウェルスとアルビヌスの間の盟約は破棄され、両者は争うようになる。196年、アルビヌスは、再び皇帝を戦勝して、認知のブリタンニアからガリアンに向けて進軍、ウィリウスルプスを破る。しかし197年2月、 ルググネムの戦いでセウェルスに敗れ、自死した。アルビヌスには妻と子供がいたが、アルビヌスが死亡した後にセウェルスによって処刑された。ありがとうございます。